天野隆子は、元、DVQ 九州放送のアナウンサー。福岡県出身。九州大谷短期大学を卒業後を得るとして、一般企業に勤めていたが、タレントに転身して、福岡を中心に活動。RKB テレビのバラエティ番組、ピーチーズの圧倒気に入りでは、ブラックピーチーズのリーダーとして活躍した。様々な番組のリポーター等を経て、 RKB のローカルニュースで、念願のアナウンサーデビューを果たした。2007年7月にジュニアベジタブルフルーツマイスター資格を取得。食育に関する活動も展開する。その他ベジフルビューティーセルフアドバイザー、調味料、ジュニアマイスター、ハチミツマイスター等食に関する資格を取得している。九州経済ナウに出演していた関係で、司会だった。 ギアマ・ノゾムが2010年3月いっぱいで退社した後を受け、同月いっぱいでフリーランスとして受けていた仕事をすべており、4月1日付で TVQ に移籍。以後は同社アナウンサーとして引き続き、経済ナウのリポーターやニュース番組を務める。なお、TVQ にとっては吉松隆氏の退社以来、久々の地元福岡県出身のご当地アナウンサーとなった。 2015年3月末をもって TVQ を退社。再びフリーとなった。ありがとうございます。